はい、神崎さんです。話すをやろうかなと思います。音源はいっぱいいるんですよ。今日はサラさん使っていきます。テンポはいつも265なんですけど、300でもいいんじゃないかなって最近思います。コンタイムズは64にしちゃいます。で、レングス8分です。でなんでこの設定かって言いますと、16部でもいいんですけど、16部だと細かくて見えないんですね。老眼ってやつですか。なんかいちいち拡大せんとあかんのが嫌なんです。なんで8部。16部でやるんだったらテンポ150とか140から150ぐらいでいいんじゃないかなって思います。で何喋らすか、あ、間違えました。何喋らすか、私一応サラさんのボット管理者やってますんで、そこから引っ張ってきました。セリフをやりたいと思います。何個かピックアップして、これですね。はい、うちのサラさん逆再好きなんです。始めましょう。でセリフの始めに必ず小文字の R つけます。別に入れなくてもいいと思いますが、私は入れます。なんでか、昨日かなんかツイッターでもうつぶやいたんですけど、このセリフの始めになってるんですよ。別になくてもいいんですけどね。で入力しましょうか。はい、このまんまで最後にも R の小文字入れます。で音源さんによってではこの R 発音する子がいるんですよ。チャムさんとかで、その場合は違う音っていうか文字入れます。でもほとんどの音源さん R これで音登録してる人ってそんなおらんと思うんです。なんでまあ気にせずで打ち込みます。ゲームのゲーは伸ばすんで伸ばします。でどうしよう。一応単独でやりましょうか。組み込みツールでボインボイン、まあね、こうエラー出るけど気にせんと、生活音ひどいと思うんですけど気にせんといてください。一回しゃべらしましょう。ゲームは肉体裁判が一番好きなの。300早いですね。間違えたし280ぐらい。
ゲームは肉天才版が一番好きなの。こんな感じ。あ、でもここ店舗あんま私気にしてないですね。最初に設定してそのまんまで、あとはここの辺にバーって打ち込んでしまうんで。ゲームは肉天才版が一番好きなの。で、最初に私こう何回か聞いて、テンポを結構変えるんですね。多分心地が。グロイさんが言ってたんですけど、ZNT の動画で、人間って結構一定で喋ってるようで全然一定じゃないから、細かくテンポを変えてますと。今の喋り聞いてても結構安定してませんよね、テンポが。なんで、なんかここ速くなってるんじゃないかなーってところはテンポをガガガって上げてみたり、逆にちょっとここ遅くなるよね、なってるかなーってところはテンポを下げます。下げる？減らす？まあそんな感じでいつも適当にやってます。逆転。ああ、なんかイメージわかん。まあ何回ゲーかムは肉聞いて天才み版て。が一番好きなの。ゲームは肉天才版が一番好きなの。違いました。よくあることです。ゲームは肉天才版が一番好きなの。なんかぽいですよね。ギャがちょっと気になる。ね、すぐね、私ゲーム設定開いちゃうんでいけないんですけど。それだったらね、まあ、大体こんなもんかなって。なんか違う。410じゃないです。ゲームは肉天才版が一番好きなの。ゲームは肉天才版が一番好きなの。ゲームは肉天才版が一番好きなの。